大丈夫です。少々布団の中からこんにちは、キヨキヨです。はい、ということで、今日やっていくのはですね、まあ僕たちね、はい、ちょっとまあまた、前ちょっとやってたんですけど、はい、まあ、トークシリーズをね、あ、トーク動画をやっていこうと。お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。まあ割とね、ホットな話題について2つ話そうかなと思っていて。ほう、なんすか。1つは、はい、今スーパーセルが待っている大量版、はい、おお、なるほど、大量の版末ですね、大量の版末についてまず一つ、はい、もう一つは、コーチャンネル。あー、コーチャンネルどうしたんですか。まあ最近僕はね、もともとあんまり絡みがなかったんですけど、うん、最近その、はい、一緒にその動画を撮ったりするとかいう、結構ね、その仲良くなりつつあって、うん、確かにね、僕んちでね、結構会ってるのも多いですからね。まあそういう機会があって、はい、ね、仲良くする機会があったので、うん、なんかさせてもらってるんですけど、まあそれについてね、結構やっぱりいろいろね、あ、賛否両論あった、賛否両論ありましたね、あったんで、まあそれについてね、僕、うん、まあ僕たちが思っている、まあ近い、もう普通の人から見たら、まあ、近い人間からね、うん、まあ、思ってるようなことをね、ちょっと話していきたいなと思います。まあ、なるほどね。じゃあなんか一般的な、そのなんか情報ってやっぱり結構、膨らんじゃったり、はい、そうですね。すごく、とんでもないところがなんかすごい大きくなっちゃったりするますからね。はい、そうですね。近くで見てる僕らが感じること、まあ、思うこと。独断と偏見でいいんですね。独断と偏見ですね。あ、わかりました。圧倒的独断と偏見で話していきたいなと思います。わかりました、わかりました。ということで、どっちからいきますか、はい、じゃあ、バンからいきますか。バンからいきますかね。はい、まあ、バンですけども。バン。うん、曲で現状説明ですね。現状説明ですけど、うん、はい、見てもらえればわかると思うんですけど、前回の、代行というものが元々あって、クラッシュロワイヤルには。うん、まあ、人のアカウントで、上手い人が、まあ、単純にね、まあ、端的に言うと、お金をいっぱい持ってる人がいっぱいね、強いアカウントバーって作って、うん、で、自分、その、上手い人に、そのアカウントをやってもらって、トラ上げてもらって、うん、まあまあまあ、その、なんだろうな、まあ、イエイみたいな。まあ、クランを1位にしたりとか。クランの、そうですね。毎回このノバイスポーツっていうチームが、はい、クランがいつも、グローバルフィニッシュで、毎回世界1位なんですよ。すごい話ですね。なんですけど、中身にいる人ほとんどが、まあ、代行という。あ、そうなんですね。ですね。まあ、簡単に代行のだから説明をすると、はい、キヨキヨっていう名前のアカウントがあって、はい、僕がやっているみたいな感じ、ね。それだからダメですよね。そうですね。で、しかも代行に定義があって、なんかそのオンラインで共有するのがダメなんですよね、はい、アカウント。そうそう。だから端末を横の人に渡してやってもらうのは一応なんか、まあ、OK みたいな。だから僕のレジェンド道とか、はいはいはい、そういう形ですよね。ゼロレジェとか、そういう感じなんですけど。はい。だから僕は、規約ちゃんと守っております。はい、一応確認すべてしております。さすがでございます。もちろんです、もちろんです。抜け目なし、もちろんです。抜け目なしのキヨキヨ選手なんですけど、そういうことがありますと。そういうことで、今世界一、じゃあ仮にね、見てもらえると、アカウント利用か、これ、まあ、ちなみに言うと、うん、1から積み上げていけば、うん、完走するまでに多分ですけど、まあ、フチさんとか、あれはもう特例中の特例で、あの人は0円なんですね、うん、で、僕みたいな人は多分完走するまでには、はい、数えてないんで分かんないんですけど、多分50万円ぐらいは多分確認してるんですよね。あ、もうすでに50万。いや僕はまあ、100とか言ったんですよ。そうですよね。なんで僕は完走してるんですけど、完走した後の課金する額も差し引いて、多分50万円か60万円ぐらいの課金をしてると思うんですよ。はいはい、で、それで、この人たちはガチャ、もう自分で上げないで、もうお金をいっぱい持っているので、まあガチャをね、はい、まあお金、その言い方よくないかもしれないですけど、うん、まあガチャを、まあ、引いて単純に言うと、もう秒ですね。秒で完走させられると。させられる体力を持っているわけです。はい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 、で、この人たちが、まあ、かけてるお金は、まあ、僕は秒で完走させたことがないので分からないんですけど、うんうん、まあ、新カードが出るたびに、まあ、大体その、新カードが出て、そのウルトラレア宝箱で開けるのには、多分、調子良くて10万とかで、で、まあ、通常多分15万円とかかかっちゃうんですよね。新カード出るたび15万課金してると。そうです。まあ、ウルトラレアだったらですね、まあ、ノーマルとかあったら多分、3万円とかで多分いけると思うんですけど。まあ、言うてね。言うてなんですけど。なんで、まあ、今、新カードが出たばっかの時にあげるとなると、100万円じゃ絶対に完走できないです。そうなんです、ね。なんで、そのぐらいの人たちがいっぱいあかんと思っていて、まあ、こうやって上手い人にやってもらってるんですけど、スーパーセルが、はい、あなた規約違反ですね、つってバンしてるんですね。まあ、一応スーパーセルの規約で、はい、まあ、一人でやりましょうみたいな規約があるんですよね。そうですね。なんかわかんないですけど。まあ、うん。まあ、規約があります。そうですね。まあ、ルールですね。だから、まあ、ルール。だから、その、なんだろう、日本社会で例えると、はい、人のものを盗まないとか、まあまあまあ、そういう。当たり前のルールですね。ああ、なるほど、なるほど。当たり前のルールなんですけど、うん、まあ、やはりその、なんだろう、長い間放置されてたんで、まあ、言っちゃえば、まあ別にまあみんなやってるし、悪いことって分かって、規約違反
を分からないでやってる人は、ほんと多分一握りなんですよ。知らない人は、マジで多分ほんと1万人に1人いるかいないかぐらいだと思うんですけど。あ、じゃあみんな知っててやっちゃってるっていう状況。知っててやってると思うんですね。それで、だけど、まあ別に、まあ悪いことなんだけど、まあそこまで、もうなんだろう。人間的にその代行してるってだけ人間性を疑うかって言ったら別にそういう感じのことじゃなく、ただ単に規約に反しているって感じで、だからまあ別に代行してるやつがこいつマジ最悪だって言われることとかないんで、なんでまあみんなやっているんで、まあ俺もいいかなみたいな感じで、でしかもやっちゃってる人がいると。そうですね。大吉さんは違いますよね。まあ僕は違いますよ、もちろん、もちろん、もちろん。一応、一応、ここで、これで。カチカチやぞ。はい、いいですね。あー、自傷行為、自傷行為。やめてください。なんですけどね。まあ、そういうことがあって、まあ、極論、まあ、極論じゃない、結論。結論僕から言うと、まあ、当たり前やろうなって思うんですよ。正直。あと、バン今されてるもう一つあるらしくて、代行と、もう一つはマイナスエメラルド。あ、よくね、ツイッターよくは見ないですけど、たまに見ますね。多分どういうことって思ってる人がいると思うんですけど、マイナスエメラルドっていうのは、まあ、例えばですけど、この1万4千エメラルド、あ、こっちか。1万4千エメラルドを買うのに、日本ではね、約1万2千かかりますと。かかりますね。言うんですけど、日本人の人が、日本に住んでいる人が海外のレートで、まあ、例えばですけど、1万4千エメラルドを通常1万2千払わなきゃいけないところを、3千円ぐらいで買えてしまうと。おー、というか、でもわかんないですけど、マレーシアアカウントとかにしてわかんないですよ。マレーシアかわかんないですよ。そう、どうややり方は僕やろうとしたことがないんでわかんないんですけど、まあ、どっかの国の、なんか、そう、もう、国のアカウントですよーみたいな感じで多分ログイン的なのをして、アップルストアから多分ログイン的なのをして、自分にそうやって3000円だけで1万4000円を手に入れてしまう。あ、なるほどですね。で、運営がただそれを見つける方法があるらしくて、だからその見つけ、はい、あなた違法してますねっていう人がもうマイナス10万円メラルとかになってるんですよ。で、なんでマイナスになるのってことは、要するに今までマイナス10万円分ちょろまかしてたってことなんですよ。あ、お得になっちゃってたんだ、その人。そうですね。なるほどね、なるほどね。まあ単純にですけど、10万円ラルドを、まあそうですね、金を払わないで使っていたと。ああ、そういうことか。なんで、今まではマイナスエメラルドになるだけで許されていたんです。だから、まあ例えばですけど、まあ、まあショップで物がエメラルドの物が買えない、グラチャリに行けない、あ、そういうことですか、とかがあったんですけど、まあそれだけ許されてはいたんですね。ただ今回の一斉バンで、その代行とマイナスエメラルドに引っかかっている人がみんなバンされていて、まあ永久ですね、ほぼ。ほぼ大体ほぼ永久ですね。なんかツイッターでちょろっと見たのは、はい、代行もそうなんだけど、はい、なんかその、なんだっけな、キキルさんがツイートされてましたよね。そうですね。なんか要は、はい、そのなんか盗まれたクレジットカードとか、はい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 、盗まれた銀行の情報で課金もされちゃってて、あ、それはなんかそのゲームが廃れるとか云々の前に、はい、犯罪行為を止めなければならないというところに重大性があるみたいな、そう、あの文章を見ました、翻訳を。確かに確かに、なんかありました、俺も見ましたね、そのキールさんのツイートで、なんで、まあその単純に、まあそのバンされた人はもちろん、なんでだよみたいな、なんでだよじゃないかもしれないですけど、ふざけんねみたいな、何時間費やしたと思ってんねみたいな感じなんですけど、やっぱ単純にそのまあ違反していたと、いう感じで、で、結構、海外の、まあ、有名な人とかは、うん、まあ、有名な人はもちろん、その、上手い人とは、まあ、仲がいいので、うん、なんだろう、自分の周りの上手い人は、海外選手で、やっぱり日本選手よりも、代行してる人が多いんですよね。海外の選手、はい。選手っていうか、まあ、プロか分かんないんですけど、まあ、プロ選手でも代行してる人は結構海外にいるんですけど。それ、いかんやん、そう、いかんなんですよ。それ、なんですけど、いかんやん。なるほどね。いかんなんですよ。だって、それ、分かんないですけど、なんか。なんか腑に落ちないですよね。いや、そうなんですよ。それは、まあ、もやもや、もやもやオブもやもやなんですけど、うん、日本みたいに、いや、ルール守ろうぜって人が、例えばですけど、まあ、プロで代行してる人がいたら、いや、お前それあかんやろってみんなにバシ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 って言われると思うんですけど、うん、逆に海外だとみんなやってるから、まあ、お前もやっちゃおうかなみたいな。いや、それはいけてないって思っちゃいますね、素人目線で。なんで、まあ、そういう感じでなっていて、うん、やっぱりそのバンされて、周りに自分の周りの人ばっかが結構やっぱバンされるんですよね、そうなると。はいはいはい。なんで、まあ、このゲームスーパーセルは自分で自分のゲームを殺したみたいな感じで言われてたりとか。そうじゃなくないですか。そうなんですよ、結局は、ね、まずなんですけど、うん、なんだろう、新規ユーザーが入れなくなるとか、極論ですよ、新規ユーザーが入れなくなるとかだったら、うん、このバンで新規ユーザーが入れなくなりますとかだったら、なんかもういやいや、それもう終わるでしょ、このゲームってなるんですけど、ね、たったの上位ほんと何十人がバンされたとて、このゲームが終わるわけがなく、うん、確かにな。例えば、例えばっすけど、あれどっから見ましたっけ、こっから見ましたっけ、こっからですね、こっからの、なんかグローバルで前回のシーズン、はい、
で、なんかあれですよね、ケンツさん6位じゃないですか、ケンツさん。すごいですよね。ただ、なんか6位より上を見てみると3人ぐらいバンされてるんですよね。そうなんですよね。こっち見ていって、この人も多分バンですね。この人バンだし、2位の人も確かバンなんですよ。はい。だから実質、この人とこの人が残っ、この人かな、うん、が残っているんで、実質3位やけど。実質3位になっちゃう。そうなんですよ、ね。それはやっぱ、トロ上げを、僕は分かんない世界ですけど、はい、トロ上げで、こう、フローラー1位目指してる人からすると、はい、実質3位じゃんっていう、その腑に落ちない感じになっちゃってるって、ね。めっちゃ微妙な感じなんですよね。あだから、なんかもう本当に。ケンツさんも気の毒っすね、そしたら。まあ、そうですね。なんで、なんか、せっかくこういう感じになってんのに、ね、まあ、あの、バンされたシーンの悩みた感じ覚えられたら、もう本当最悪っすね。なんで、まあ、それ嫌だな、それ嫌そうなんですよね。だから、ね、本当になんかバンされてて、でしかも、はい、やっぱ文句を言っている人は大体そのバンに関わっている人で、あのまあ知り合いがバンされただとか、自分のやっていたアカウントがバンされた、もしくは自分のアカウントがバンされたとか、うん、でまあもうこのゲーム終わりだみたいな感じで言ってるんですけど、あー、まあ、まあ、まあ僕たちから言わしてみれば、いやだからその今の日本のプロ選手がやってなくてよかったのと思います。いや本当それはそうですね。それでなんかね、すごい見てて楽しいし、いやそうなんですよ。その熱いストーリーがあったあるわけじゃないですか。ドキュメンタリーも公式さん作ってて、そうですね。うん、だからそこでまあ日本なくてよかったなってありますけど、まあ、確かに世界中でね代行とかしてたら、ってなってますけど。そうなんで、トッププレイヤーこそ辛くないですか。トッププレイヤーこそまあ辛いですけど、僕は案外別にそうでもなくて、やっぱりなんだろう、言ってる人たちはみんななんかそんな多分なんですけど、代行とかをしている時点で、このゲームがどうとか多分考えてはいないと思うんですよね。確かにね。まあ結構きつい言葉になっちゃうんですけど。いやもうその通りだと思うんですよ。そうなんですよ。やっている人は多分このゲームの今後とか多分どうでもいいんですよ。確かに。なんで、確かに。もう僕たちが職業がもうクラロワなんで、俺からしたら、もしこの番でクラロワが廃れるようなら、正直この場では言えないけど、やめてほしいと思うんですよ。正直。ただ、絶対にそんなわけがなくて。そうですよね。不正を取り締まって、そうその真面目に頑張ってる人が、こう、ハッピーになる世界っていう。そうだからもう単純にもうスパセルは粛清してる人を取り締まっただけなんですね。なんでバンされてる人は正直まあなんだろうな、5番じゃない限りはまあ自業自得かなとは思うんですけど、僕の持論なんですけどね。確かに。でもなんかこう分かんないですけど、僕グローバルランキングとかも結構知ってる人がいるんですよ。まあそうですよね。そう。だから言ったらさ、僕の家にプロ選手が来るんで、はいはい、こいつは強えとか、はいはい、こいつはなんかもう別科のプロだとか、はいはいはい、いろいろ聞くんで、ね、聞いたことある人がバンされちゃってんだよ。いや、そうなんですよ。マジかみたいな。ちょっとショック。だから、なんかお前悪いやんっていうよりも、ショック。え、ね、みたいな。なんか、ショックでしたね。端的に言うとなんか、なんでみたいな。わかんないです。じゃあ、5番だったら、またそれは違うし。はい、まあ、それは違うんです。また話が全然変わってくるんですけど。なんか、やっぱなんで。いいショックでしたね、僕は。なんか、ね、バンする。まあ、嫌だった。そうですね。だから、でも今後こんなにバンするんだったら、今後絶対に代行する人も、自分のアカウントすら危ないんですよね。人のアカウント代行しただけで、多分自分のアカウントもちょっと危なくなると思うんで。あ、すごいシステム。こう芋づる式に分かるみたいなね。うん、こうなると思うんですよ。それもない話ではないと思うんで。うん、ちょっと今までやろうかなって思ってた人も、いや、ちょっと待ってよっつって、これバンされたら俺、ね、ってなるから、やめる人がいると思うんで、うん、まあ、言い方はあれですけど、まあ、見せしめ的な感じではいいかなと思うんですよ。正直、大事だと思いますね。もう悪い言うことしたらこうなるよっていうのは絶対に必要だと思うんで。うん、あと、なんかその今、ライフさんの話を聞いて思ったのが、素晴らしいなと思ったのが、はい、そうライキさんとかこう僕らが代行とかそういう不正をしてトロあげたりなんかいろいろ買っちゃったりっていうのはダサいんだよっていうのを言い続けるのが大事だなとか思いましたね。本当にそうなんです。だから僕自戒でしたわ今。そのなんか、はい、ちゃんと言わないとダメだし、だ言ったところでじゃあ変わるかって言ったら多分分かんないと思うんですけど、まあまあすね、言い続けるっていうのは僕らの意識で大事なのかなと思います。まあそうですね。本当になんか、うん、そうですね、うん、なんでまあしょうがなくはないですけど、まあだからまあ、うん、減ればいいなと思います。まあでもスーパーセールさんは素晴らしいですね。そうですね。やってくれたのかな。やってますね。うんうんうん、よくなんだろう、よくしてくれてるなっていう感じが。じゃあ来期ジョーンズ大先生から、はい、この事件というか騒動をね、はい、まあ一言で表すと、まあ不正は良くないと。おー、なるほど。不正は良くないです。ありがとうございます。不正は良くないんで、まあ自分のお金をかけて、うん、自分のアカウントで。楽しくやりましょうという感じで、ね、それで一番幸せなんですそうなんですよ。まあでもそれは確かに綺麗正論じゃんって言われちゃうかもしれないけど、まあね、だから戦争は良くないみたいなもんだったりするじゃないですか、うん、まあ、結局バンされてるのはまあ自業自得であって、うんうんうん、まあやっていたら自分が全て悪いと、
100% 自分が悪いんやなと思ってほしいなと思いますね、うんうん、確かにな。まあ僕からまとめるとちょっとショックだったっていう、まあなるほどね、まあ、感じでしたね。じゃあ続いて、じゃあペペロ続いてペペロ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 さん、なんか今日、はい、なんか悩んでるとかツイートしてました。どうした？なんかどうした？テーペロさん悩んでるらしいんですけど、なんかテーペロさんがね、はい、このチャンネルさんが、はい、なんかツイッターで、はい、ちょっと悩んでるみたいな、はい、なんかこの件とは全く別のところですね。多分別ですね、間違いなく。で僕はネタで、はい、あ、また女ですかみたいな、また女の子ねっでツイッターでいじったら、はい、いやもう女性よりも重いですみたいな、なんかもう悩んでますみたいな。この件じゃないですよ。確かに。多分な、わかんないですけど、多分 YouTube でちょっとなんか、今後、な、YouTube で悩むことはないかな。うん、なんか例えば、ね、うん、人間関係も、もしかしたら、例えば、わかんないとか、はい。あるかもしれないですからね、わ、まあ、かんないですけど。まあまあ、それは置いといて。うん、それは別の話。適当にリプレイを流しつつ。さあさあさあ、こうちゃん、あの、こうチャンネルの。こうチャンネルの、まあ、高校中退ですかね。はい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 、に関してやっぱ僕たちが見ている感じだと、うん、まあ一般的に見ると圧倒的に、うん、なんだろう、賛成よりも結構反対が多いのかなと思ったり、まあでも半々ぐらいじゃないですか。まあ、そうですね、そうですね、半々な印象でしたね。まあ、僕は、うん、なんだろう、その結構近くにいるんです、まあ、そうですね、結構でもそうですか、まあ言うて結構会いますしね。そうですね、うん、年も言ったらまあまあ近くはまあ近いか、今、まあ、近い、まあ、僕は近いで、ね、でも彼17なんで3個したかな。ああそうですよね、多分、うん、まあ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 言うてもね、まあ、最初に僕がどっち派かと、うん、まあ、お結論から言う、結論から言う、最初に結論から言うスタイルで、キョキョさん的には、あ、僕はもう大賛成です。そうですね、大賛成で、僕的にも賛成なんですよ、もちろん。おー、なるほど。もちろんなんですね。これはただ身内だから言っているとかではなく、まあ、同じ YouTube をやってる身からして、はい、いろんな角度から見て、はい、賛成なんですね、うんうんうん、なんで、まあ理由としては、うん、まず最初に言うと、うん、多分なんですけど、うん、1年前の自分って、うん、まあプロもうすぐで入るぐらい、ああ、確かに。入るぐらいで、YouTube 事情も全く知らなかった。YouTube も始めてなかったんで。で、その頃の僕が、このプロ選手のコウ選手が、参考したの、自分の参考したのコウ選手が、高校中退して YouTube 専念すると言ったら、間違いなく反対していました。これに関しては。じゃあ僕も逆に、はい。4年前に YouTube をやってなくて、いろんな、いろんな視点がな、いろんなその、なんかその人と意見とかを聞かずしてたら、はい。僕もね、多分ね、反対します。いや、そうなんですよ。いや、大学行けよとか思って。そうなんですよ。行ってそう、行ってそう。なんなら、多分だけど、そのもう、うん、YouTube のコメントに、いや、中退とかありえねえだろ、みたいな。言ってるかもしれないですね。また、いや、書いちゃってるかもしれないです。いや、そうなんですよ。なんなら。なんですけど、だから、俺は別にそうなんだろう。中退に関して、うん、まあ、めちゃくちゃひどいこと言ってる人は、まあ別として、普通に。いや、そんなに良くない。そうなんですよ。切れちゃったもん。切れちゃった。普通に、ひどいこと言ってる人は、もともと、なんか、うん、多分なんですけど、まあそういう意見とか多分どうでもよくて、うん、ただ単に、なんだろう、まあ、もう、そういう感じですよね。じゃあ、一つ言うのは、別にいろんな意見があっていいし、そう僕らの独断と偏見っていうことですよね。そうですね。ああ、なるほど。僕断だ言ったら僕らも偏見なわけですよ。はい、いや、まあ、そうなんですよ。うんじゃねっていう偏見。そう。で、ダメっていうのも、それも偏見だと思うし、そう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 、じゃあ、本当は、ベストなのは、こうチャンネルが、いや、もうやめます。YouTube に専念します。そしたら、頑張れ、はい、応援するし、何か助けられることあったら、俺は言ってるんですよ、こうチャンネルとか、大原とかにも言ってるんですけど、何か助けられることあったら言ってと。やっぱ僕らは全員でなんかハッピー、成功しなきゃいけないから、何かできることあったら言ってね、みたいなのは言うんですけど、いや、それを言えるのが一番いいんですよね。まあそうですね。だからいろんな、まあいろんなし、まあそうですね。だから1年前自分だって間違いなく反対をしていたので。それ待って、反対意見としては、わかんない。じゃあ、1年前だったら反対してる可能性がありましたと。はい。なんですけど、うん、単純にやっぱり、うん、YouTuber っていうものが、うん、まあ普通の人から見ると、うん、まあ自分の好きなことが職業であると、うんうん、まあまあずっと家にいるだったりとか、うん、動画を出しているとかいうところから、うん、結構楽って思われると思うんですよ、ね。おー、なるほど、なるほど、なるほど。で、実際僕の結構、まあまあね、別に腹を閉じるとかじゃなくて、はいはい、友達とかからも、いや、いいな、YouTuber。ああ、いや、言われますよ。いや、そう。楽しいですけど、ね。しかも、そう、実際楽しいです。楽しいですけど、ね。間違いなく、いいんですよ、うん。いや、いいです。いいんですけど、はい、結構、その、いいの意味を、はっき違えてるじゃないですけど、まあ、ね、まあ、なんだろう、結構家で、なんだろう、まあ、いっぱい出て、うん、起きて動画撮って出すだけでしょ、みたいな人も、まあ、いなくもなかったり、そういう、ね、意見を持っていたりする人も、いなくもなかったりすると思うんですね。うん、なんで、なんですけど、結構、やっぱり、うん、動画を出すっていうのが、うん、
まあなんだろう、まあやっている僕が言うべきじゃないのかもしれないですけど、楽ではないですよ、間違いなく。まあそうですね、そうなんですね、いろいろやはりなんかずっと同じものを出し続けるのもあれだし、確かに惰性で続けれるものでもないし、うん、まあ確かにね、そうですね、でちょっとそうなんだろう、うん、いい加減なこと動画とか出したりしたらすぐ離れていってしまうし、うん、確かに確かに、僕のその動画を見ている人がやっぱりいなくなっちゃってうっていうのもね、割とあることがあるので。ありますね。そうなんですよね。なんで、いやまあ大変なんですけど、まあなんで賛成するかっていう。お、ああ、そう聞きたいね。そうですね。まあなんですけど、僕が今のこうチャンネルが、めちゃくちゃ YouTube を、俺的にはですよ、うんうん、YouTube をめちゃくちゃ頑張っていると思うんですよ。いや、間違いないです。そうなんですよ。なんで、すごい短期間で、めちゃくちゃバーンって伸びて、しかも、うん、こうチャンネル自分が、YouTube をやった後、結構何ヶ月後か忘れたんですけど、うん、何ヶ月か後に始めて、うん、めちゃくちゃ結構俺も、周りの人がめっちゃ強かったんで、言ってまあドズさん、キヨキヨさん、みかんさんを基本的にその支えてもらって、めっちゃ近くに、そうなんですよ。なんかもう本当に、な多分普通の YouTuber の人だったら、始めたら周りにまず登録者何、なんか 10万以上い人がいっぱいいるなんて環境がないんですよ、そもそも多分。なんですけど、僕はその周りの人、もともと環境がめちゃくちゃ良かったっていうのもあって、めっちゃ結構、一般的に見たんですけど、多分結構伸びてたと思うんですよね、最初の方。なんですけど、高チャンネルがそれ以上伸びで、こうやって僕を追い抜かしてって、今僕はその登録者、チャンネル登録者が3万2000人ぐらいです。もうそれでも、始めたペースから言うと、多分結構早い方なんですよ。いやでも確かにそうなんですよ、俺は思いますね。なんですけど、努力されてるんですよ。いやいや、ちょっと、そうです。まあで、高チャンネルは今その多分僕より2万人ぐらい多いですね。おー、なるほどなるほどなるほど。なんですごい努力をまず YouTube でしているっていうのがあって、うん、なんでそのなんだろうな、まあ、今高校を続けながら、うん、やっぱ高チャンネルが、うん、その YouTube をやるのと、うん、まあその学校がやっぱり通信制じゃないですか、うん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 、なんで、まあ、何かをやりながらやれるっていう環境でもあった。例えばですけど、うんうん、まあ、学校に通いながら YouTube をやり続けるってことができたと思うんですよね、うんうん、なんですけど、あえてそこで学校を辞めて、そのなんだろう、学校に行ってる数時間さえも YouTube に咲きたいって感じだったと思うんですよ、うんうん、なんで本人的にも絶対自分の人生なんで、めちゃくちゃ迷って決めたと思うんですけど、うん、いや本当に悩んでましたよ。そうなんですよ、そうなんですよ。いや僕ね、ここだけの話とか言って、ここだけの話じゃないんですけどめちゃめちゃずっと相談しましたよ、2人で。そうですよね、はい、いや絶対そうだと思うんですよ。だって俺だったら、同じ立場だったら、うん、いや高校でしょ、待ってよってみんな言ってるやんっつって。そうですね、なるんですよ絶対。うん、とかまあね、そのじゃあ高校もそうですし、じゃあプロやるのか、はい、YouTube 専念するのかっていうのも、ね、本当にもうね、今思い返すとそう懐かしい思い出ですよね。ガチで真剣に2人でめちゃめちゃ喋るんですよ。そうですよ、絶対そうなんですよ。 で僕が言い続けてたのは、最終的にはこうチャンネル、はい、でも僕が考えられる全てのメリットとデメリットは全て言ったんですよ。あ、はいはいはい、いやこう多分こっちの道を選択するとこういうメリットがあって、でもこういうデメリットがある、はい、でこっちだとこういうメリットがあって大きなデメリットがあるみたいなのを話して、はいはいはい、最終的にはごめん、こうチャンネルって言って。ああ、まあいやでもそれは、うん、そうなっちゃうんですよね。押し付けないことが割と大事だとは思うんですね。いや結構ね、その本当に悩まれてましたね、はい、彼はね。なんで、まあなんですけど、やっぱりその今あれだけそんな YouTube で努力できる人が、うん、やっぱりその時間を全て YouTube に避けるのであれば、うんうんうん、僕はなんだろう、結構成功する可能性というのが結構あると思うんですね。いやすごいと思いますね。いやそうなんですよ、はい、なんで、まあ、YouTube で成功、まあ一番の成功例はヒカキンさんとかですけど、まあそこまで行ったらもう神、神じゃないですか。まあまあ神様みたいなものですからね、僕らからさ。そう、なんで、なんだろう、その可能性、あそこの近くに行ける可能性があるっていうのが、うん、やっぱりその、まあ今学業を辞めて、うん、こっちの YouTube に専念しても別にいいんじゃないかなと思うんですね、うんうんうん、まあ、ただそういう YouTube をやるっていう選択肢がない人が多分ほとんどだと思うんですよ。なるほどなるほど。なんで、そういう、今学業、まあ当たり前ですけど、学校に行くっていうのが当たり前であって、うん、まあ僕高卒なんですけど、はいはいはい、多分なんですけど、まあ大学行ってる人の方が圧倒的に多いじゃないですか。まあ、いや間違いないですよね。まあ間違いないですか。統計的に見てそうですね。統計的にそう、統計的に見て、はい、高卒よりも多分大学とか、まあ、専門学校に行ってる人の方が多いと思うんで、うん、だからそういう人からするとやっぱり、学歴っていうのは結構大事だと思うんですね、うんうんうん、だから大学に出ていることも大事だし、行くことも大事で、勉強を続けることも大事だし、はいはいはい、ちゃんと会社にして、会社に就職して仕事をするとかいうのもね、大事って思う、ね、いや大事だと思う。僕もその視点だったんで、1年前は、
もうじゃあけど今まとめると昔はやっぱ卒業して就職するのが良いと思っていた、はい、良いと思っていました。逆にそれしかないと思って、それしかないと思っていましたね。なんで大学行かない人はそこから就職して仕事をする、大学行く人は行ってから仕事をするが当たり前の世界だったんで、なんですけどその YouTube やるってなって、やっぱりその高チャンネル自身も多分分かっていたと思うんですけど、ものすごい批判が来るんですよ絶対。いや中退とかありえねえっしょみたいな。いやそうだと思います。いやそうなんですよ。だからうわこれ大俺見てて、あえてツイッターでは何も言わなかったんですけど、いや僕はブチ切れちゃいましたぶち切れはしてないですけど、しょうがないですね。でもあれ言うかみたいな。いやそうなんですよ。なんかもういや本当はどうなのか心配だけど、まああいつがそういう道選んだら応援するよっていうリップもあった。あもうそれは見ました見ました。いやこうチャンネルお前バカじゃんみたいなリップがめっちゃ、いやお前ただ言ってだけやんみたいな感じの人が結構いて、うわーこれなーきついだろうなって思ったんですけど、いや確かに。まあ多分もう今は多少は収まって多分乗り越え、今ないんじゃないですか ね, すね、逆に応援コメントがすごく多くてね、なんで、結構やっぱなんですけど、僕は応援したいなっていうのはありますね。いやまあそうですよ ね, すね。なんでね本当にでも YouTube っていうのは多分彼がそのどれだけまあ見えていない部分なんて当たり前なんですけど、まあなあここまで、まあ、ちゃんとはっきりした数字とか言えないですけど、まあ、その、お収益お収益、お収益であったり、まあ、なんだろうな、まあ、努力している時間であったり、この僕の3個下の、この年齢で言うと高校生の人が、自分の YouTube チャンネルのために企画を練っていたりだとか、そういうこと、ところが多分見えない。まあ、と思うんですよね。当たり前なんですけど、まあ、ただ動画を出しているところだけを見るものだと思うんで、なんでいやなんかまあ擁護するじゃないですけど、まあ、僕はすごくいい選択をしたなと思うんですね。逆になんだろう、本当に今学校を続けるよりも絶対に YouTube に専念した方がいいかなって僕は思いますね。いやその判断は本当に英断だし、それが正解だと僕は強く思ってますね。そう正解はまあ誰にもわからないと思ってはい、んですけど、多分これが正解だと思います。そうっすね。そうっす。だからこうチャンネルのリプラン僕も拝見したんですけど、はい、そのそれさっきおっしゃった、はい、YouTuber って楽して稼げて、はい、今いいかもしれないけど1年後わかんないよみたいなリプも結構見たんですよ、まあだからそれで僕思うのが、なんかその例えばおこがましいですけど、例えばイチローさんって、もう野球をめちゃめちゃ極められてるじゃないですか、僕はなんかそれと同様に YouTube をめちゃめちゃ極めたら、なんかこう極められる人が勝つと僕思うんですよね。だからイチローさんはその野球をめちゃめちゃ極める、こうチャンネルも YouTube を極める、それと同じ、まあ、まあ違うんだと思うんですけど、それぐらい努力できる人はどこ行っても努力できるんだろうなと僕思うんで、いやそうなんですよ。なんでじゃあ仮に YouTube じゃ失敗したってなっても、こうチャンネルは絶対成功の道を自ら歩むと僕は、そうですね、思います。そうだからあれだけ結構やっぱ本当になんだろう、俺もそれなりにはやっぱプロ活動とかして頑張ってきてはいたっすけど、やっぱ YouTube に関しては圧倒的にもうあれだったんで、なんかこうチャンネルが多分努力俺は何倍も多分していたと思うんで、そうなんですね。なんで、でしかも結構あるのが、やっぱプロとかも辞めて、高校も辞めて、なんか結構そのまあ辛い道から逃げているんじゃないかという意見が結構あったんですけど、それ言われたら僕はちょっと分からないです。そうなんですけど、俺の意見からするとプロってめちゃくちゃ楽しいんですよ。あのプロ自分がクロエラやっててプロってめちゃくちゃ楽しくて、でこうチャンネルの立場的に、多分その今ちゃんとプロがまず一回終わってからも続けていれば、多分プロ続けることもできたんですよね。でプロってそのやっぱり勝っていったりだとか、まあ、YouTube で多くのね、あまあ批判はちょっとあるんですけど、圧倒的に応援コメントの方がありがたいことにね、い多いので、そうですね。なんで応援をしていただいたりだとか、自分がプレーをしてうまいプレーをしたらうまいうまいうまいと褒めてもらえることも僕が大好きなんですけど、確かに、いや大事だね。そうなんですよ。だからすごく楽しいことなんですよ、プロを続けるっていうのは。ただそれをもうやめるっていう、多分自分が今プロの立場からなんですけど、プロを、まあ向こう側からもう無理ですって言われるケースはまあ別として、プロを自分から辞めるっていうのは続けるよりも多分難しいことなんだと思うんですね。いや
いいこと言う。いや、そうなんですよ。いや、ほんとその通りだと思いますよ。そうなんですよ。やめる決断ってできないですよ。いや、そうなんですよね。だからすごい絶対楽しくないわけがないんで。いや、そうですね。うん、なんでね、本人登場しねえかな。今家帰っちゃったんですね。ペッテベロっつって。ペッテベロっつって、なんすかなんすかっつって。じゃあ実際あの時どうだったみたいな。確かに欲しい。実際さ、それは欲しい。うん、まあね。まあ、そうですね。いや、ほんとに。だからまあ、まあ別になんか。はい。あれ、リップ流してないん。落ち着いてください。忘れすぎです。落ち着いてください。いや、まあでもなんか、言うてもね、こうチャンネルさんじゃん。そう、まあどれだけね、まあどれだけ本当にね、どれだけ稼いでるか多分分からないですね。いや、まあまあ、まあ、それは当たり前。まあまあ、そうですね。よくない、よくない、そうです、よくない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 けど、僕は、うん、そんな、あんなのね、はい、こうチャンネルがこんなにもってなっちゃうんですよ。あ、その、見て。そう、を見て、だから大体、まあ自分がやってる身なんで、はい、あの、再生数とかを見たら、やっぱりどのくらいっていうのが分かるんですよ。はい、大体分かりますね。はい。だから、あのね、変なもんで YouTuber のね、はい、月収とか分かっちゃうんですよ、大体。そう、やってると、まあこの人が、このくらいの頻度で、このくらいの動画を上げている、このくらいの再生数がつく。で、デイリー再生数あって、動画の長さとか全部とか頻度とか、そうですね、とか、まあ見ると分かる。いろいろもろもろ見て、大体このくらい稼いでいるのであろうなと思ったら、下品だね。最初いい話だったりだ、うん、もったいない、もったいないですけど、うん、本当に聞いたら、もう100人中100人がってなっちゃうんで、うん、まあ、なんでね、僕は本当にあの年でこれだけの結果を残してるんだったら、頑張れ、成功すると思ってます。なので頑張らなきゃなって話ですね。まあなんで彼を応援しましょう。いや、本当にこうチャンネルすごいのは、だってあれですからね、あの、別に家賃自分で払ってますからね。いや、そうなんですよ。東京のあんないい家の、あのめっちゃいい家、いい家で広くてで、言ったらなんか結構、あー、でもあれか、間取りとかなんかその構造とか言っちゃダメだ。いい家ですよ。いい家、すごい家、ピカピカっすから、ピカピカで折り倒せないですよ。でも動画では、ね、動画では見たことあるね。そうなんですけど、めっちゃいい家、うん、ねえ、だってなんかそのコメント欄に、新居引っ越しましたっていう動画のコメント欄に、はい、あの、僕見たんですけど、はい、なんか親金持ちおつみたいな、はい、なんかコメントもついてて、はい、まあ確かに一見そうなんですけど、はい、こっちの自分で払ってる、自分で払ってる、そういうことですよ。自分で払ってるってことは、えぐいっすよ。ユースやつやつユースユース、どうなった、下品気回りなくなっちゃった。なんなの、なんで最後とかやってるの。やばいでしょ。こんないい話をしたのにもったいない。まあ、でもですね、うん、あの、まあ、彼の頑張り次第であると思うんですけど、僕は、ね、絶対に成功すると思ってます。今日はね、この辺で、まあ、でも楽しいですね、こういうトーク動画をね。そうですね。でも気づいたら33分34分ぐらい撮ってた。やばいってことで、まあね、今日はこの辺で終わってしまうんですけれども、ありがとうございました。あの、ご清聴ありがとうございました。ご清聴ではない。まあでもね、多分宿題 やりながらとかね。はい。あの、宿題やりながら、見てください。だから、太さが、腕めっちゃ太なってさ、わかるんすかこれ。強い。まあ。腕ばっか肥大化すんだよな。まあ、めっちゃトリングしてんす、今。サプリメントと器具も、あの、ちゃんとしたやつやってね、頑張ります。ということで、今日はこの辺で終わります。じゃあな。せやじゃん、ぐしゃんぐしゃん、よし。